い、こんばんは。はい、こんばんは。はい、ちーちゃんはんです。どうも。さあ、今日はどこでしたっけ。千本桜ボカロの曲流すかい。はい、千本松原、岐阜県の海津市でいいのかな。そうだね。まあ、心霊スポットなのか。俺、ここってさ、何、遠足で来た記憶しかないもん。でもこの千本松原でその岐阜県検索するとちゃんと心霊って出るので、まあ心霊スポット扱いなのでしょう。あれはどれはよくあれ、噂岐阜県海津市の治水神社、うん、あ、今ここその地図、あ、ここそうなの、治水神社に泊めてるから川沿いに伸びる松の木が生えた道があります。俺髪の毛最近生えてねえんやけどアデランス行きなさい、アトネイちゃん行きなさい。竹林、竹林は1キロほどの距離があり100メートルにしよう今日は。まあまあまあ、それはお任せだけど。で、その1000本の松の木が植えられているそうです。やだ、1キロは往復で2キロ。でけえ2000メートル大丈夫、片道500で半分で折り返したってどうせ1キロになるんだから。せめて往復300にしてくれ入り口だけ入って終わるな長え夜の1キロそうね、だいぶ暗いからね、周りも。そう、長え。で、1753年頃、ざっくり250年ぐらいか。川の氾濫による被害を抑えるため薩摩藩が分流工事を行いました。しかし工事は多額の借金と過酷な労働によりなかなか進まず、最終的に伝染病などの病死で33名、幕府に抗議するために切腹した自殺者52名が命を落としています。すげえな抗議するために切腹する必要性はって思うけど、ねえな、単純に働く百姓一揆でいいじゃん労働一揆とかな、働く人がいなくなる的な意味では大打撃だけど、にしたってね、切腹する必要性ないもんね。死ぬ意味がない、みんなやめてけないって。やめたわお、今のブラック企業かなって今で言うともうブラックだわな薩摩藩ブラックやったよな。まあ伝染病で33名死んで、抗議で52人ってことはさらに文句言ってる人多いだろうからね。愚痴ばっかなんやろ俺みたいなやつ大変な職場でしたあいつムカつくバカ野郎とか、薩摩藩なんだあいつとか言いながら口ばっか動かせやってからにって、体をペロも動かせバカ野郎とか言って、うめえ飯食いやがって俺らおかゆなのにって言っとるやつが多かったやろね。あかん、永遠に続くぞこの文句そんな曰くのあるこの場所では今でも数々の心霊現象が起きています。ここで肝試しした人は霊に取りつかれ高熱が出たり、帰りに事故を起こしたそうです。霊障により自殺願望が芽生える人もいたのだとか。俺やんじゃん、やべえな幽霊の目撃は少ないですが、訪れた人がたたられてしまう心霊スポットといえます。へえ。この反応ですよ、ね、この反応ですよ、こんなこんなん言われても。幽霊の目撃は少ないですが、いわゆる呪いだけ残ったっていう、そんな感じな場所なのかな。じゃあ違うやろ、こんだけおめえ信号機もね、ガードレールもね、もうそりゃ事故るぞ、あんなとおめ今日来ただけでもうどれだけ抜かれとるね俺あのスピードで。そうね、追い抜きは多発するし、ガードレールないしで、こんな細いおめ車が2台せいね、やっと押さで行けれる道の抜いてくんだぞ事故がもともと多そうな場所だなっていうのはちょっと思ったりするけど、かといって心霊ってさ、朝来るやつっておらんから夜中やん。うんうん、眠くなるぞ。あよし、解決、今日の動画ここまで、はい、終わりちょっとね、100m ぐらい走って帰ってきますわお、さあ、いよいよ本題に行きました。道、寄り道は終わりまして、行ってみましょう。よいしょ。裏見たの初めて、前回見たのこっちからだけど、こっちからじゃなくていいの前回ないけども、動画的にはおー、消しまったんやろ、カニさん。画像フォルダが消えなかった、なんかなかったからね。あ、トイレ行ってくる。緊張感ないな
この前はこの橋渡ったの。渡る意味なかったの。すごい、おみくじも売ってるんですか。あ、売ってたか。綺麗に忘れてるの。おみくじは持って帰らんといかんっていうのにな。ただのゴミになるだけ。縁起が悪いとあれでしょ、縛ってるんでしょ。あ、そうなの。縁起も全部持って帰った方がいいやねえ。悪い縁起はいらないでしょ。そう。ちら、こんなふうになってたんだ。本当にね、前回来た時は真っ暗でも何も分からなかったから。初詣来たんだな、専門家から。おみくじある人、初詣もワンチャンありそう。なんだっけ、前回どの辺で霊感がやばいって言ってましたっけ。あの、あそこ、鳥居の子。やっぱ思ったんやけどな、専門家さんはこの辺やったっけ。夜中と気づくなんか全然違う。なんか広いよね、空間が。前すごいギュウギュウに感じなかった。そう、なんか狭いわけじゃないけど動きづらいっていうかさ、ふっかふかやん。なんか、しょくしょくと歩いてってますけど、前回こっちがやばかったんじゃないの。この鳥居のとこが全然感じへんじゃん。おや、もうちょっと なんかすげえな、空気がめちゃくちゃ違うな。まあ今までもそういうなんかお昼来た時は全然空気違うなっていっぱいあったし。なんでこれ木を切っちゃうんだろうね。危ないか。倒れたんでねえです。足が悪いことは違う。むしろ川の方がやべえな。これ川から崩れたな。川っていうかこの池、川？川か。この川から来るな。ま、専門松原じゃねえなこれ。ああ、その地縛霊的なんじゃなくて川からなんか流れ着いてきた。そんな、そうそう、こっちだな。すげえ右からがすげえ。川ちょっと取ってみますか。あ、よくしょ。こっちだな。千本松原のせいじゃないわ。なんだ。なんか衝撃の事実なんですけど。は？記事だと千本松原、千本松原ってさ、どこのサイト見ても言うんだけど、川の方から。川からこ、寄ってくるってやつだな。だから千本松原たまたまここにおったってやつだわ。すげえもん。すげえもん。うん、さっきの工事なんたらの慰霊碑的な、そんなん関係あったりする。慰霊碑じゃねえかな。慰霊碑なのか分からんけど、そうやな。要はその工事中にお亡くなりになった方々的な。でもない。自殺者だと思うんだけどな、俺。川に身投げ。そうやな。これでもここの川はこのまま新しい川だと思うんだけどな。向こう、川だな、これ。どうやってもここじゃねえな。逆にこの、なんていうの、松がいっぱい生えてる。台風かなんかでなったんじゃねえの。わかんねえけど、そんなに来たんやみたいな話もねえかな。全然違うもん。
だから俺らがこの前夜来たすごい感じるっていうのは多分こっちからなんだわ。おお。ここ全然本当普通の。まあ、多分みんなあれなんだよ。川からその。え、何？ウミガメの産卵みたいに要は陸に上がってきてまた帰ってくみたいな、そんな感じ。違う。霊道って聞いたことないか。あ、幽霊通る道。そう、それが近いんだ。ああ、なるほど。あの要は道端になんかちっちゃい鳥居があるあれでしょ？霊道って。霊道っていうの、いや、霊っていう、霊道っていう、あるんよ、そこら中に結構。家の中から通っていくとか、たまたまその姿が見えたっていうと、そこに霊道があったりするんだけど、うん、あるんだよ、ここに。おお、うん。単純なその幽霊の通り道っていうか。そう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 。それに外れるやつって結構おるんだ。まあ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 。その雰囲気がこっちやな。だからこれ歩いてもこっちだな。冷凍こっちだよな。冷凍さっきの鳥居のそば、でっかいやつ。多分な、前やべえって言ってたじゃん。うん。うん。そのあたりじゃなくて、ここらも全然だ。何感じようになってた。これ多分川だな。冷凍っていうのがあるな。どうなんだろうね、あの要はいろんな人がさ心霊スポットの動画上げてさ、うん、千本松原、まあ、やべえって言ってるのか知らんけどね、うん、やべえやべえって言ってる中でさ俺らはさ川だなって、うん、そのたまたまその通ったやつが、うん、そのや見えあの取れたとかさ、うんうんうん、そういうのじゃねえかな。千本松原って言ったらこれ普通だぞ。あ、やっぱしこの辺だな。多分この辺だと思うんですよ。ほう、映像が。あ、この辺だな。この辺から違うもんな。あ、ちょうどそのなんか石の壁みたいなのがあるところから。そう、この辺のところがあるの。ここまでさ、半分で見てるけど、さっきのところだ。あ、そうやな。こっからすごい頭痛がする。ここだな。この辺り。こっち、多分感じるわ。ここちょっと触ってても、ここ吹きさらすやん。うん。こっち切れる？また違う空気がする。元々って。肌の感じ方やて、寒さとか。やばい、何億もすることになる。あー、うーん、これ絶対動画で伝わらないやつ。伝わらないやつ。いや、今度はこっち来ればわかるじゃん。もっとこっち側？うん、これ、吹きさらしじゃない木があるから、うん、じゃあもうちょっと歩いていこうか。ここだな、ここだ。この石で囲まれた場所？この中だな。フラフラする、やべえ。やべやべ。これここコーヒーやん。うん。ほらほらって言われてもさ。そう。線香の匂いもするもん。なんで？鼻が効くなあ。最近風邪ひいて鼻詰まり良くないから。こっちに入ってくると分かる。分からんかな。やっぱし霊感持つ持たないやん。ここが？もう行くにも。え、なんかそんな悪い霊っていうかそんなあれなの？悪いとかうんじゃないんですよ。単純に空気が良くない的な。そうそう。こっち出てくるとこの間の神様のところがよほど分かりやすい。あ、違うって。あれはだって邪悪じゃないじゃん。ここはもうすごい怨霊とか恨みとかつらみとか。薩摩藩がなんか大事な木を切ってはね、これ一番切っちゃいけない木を切ってるね。なんてこった、なんてこった。いや、わかんない。どの木？わからん。結構古い。全部そうじゃないのか。
ほら急にでもまた静かになったね。分かる人は分かるんだろうけどな。写真とかでさ、うん、多分あそこだけがオーブが映るっていうのは分かるんだわ。ああ、この石の囲まれたエリアだけ。あそこだけはもう別に変だと思う。川だな、完全川だ。ほーん、千本松原のおばけさんたちは。そういえばさ、うん、あの夜来た晩の時のオープニングでさ、その要は、うん、薩摩藩がブラックすぎてなんか死人がいっぱい出たって言ってて、うん、そこで抗議のために何人か自殺したみたいなこと言ってなかったっけ。俺言ってない。俺が説明の時に言った、うん、そういうタイプの自殺の人、自殺者が多いね、うん、あと私が首を吊った木がないとか言って今喋ってるからな。ろくでもね、声が聞こえてる。聞こえてきとるね。やばいな。それはもう単純に時代なんだろうけどな、木がなくなってるとかは。寒いけどな、俺も来たりじゃねえけど。そいつはいい。俺が成仏させた。なんで凝った？